What's in my back? 自信機。手術の時に使う針を持つ道具のことを針を持つ機械と書いて自信機と言います。手術用の針はこんな感じでカーブしていて、これを自信機でこんな感じで持ってこんな感じで縫っていきます。自信機を使う理由は3つ。1つ目、狭いところや深いところで縫える。お腹の中や心臓の奥の方など手が届かないところにある血管などを自信機を使うことで縫うことができます。2つ目、小さいものを縫える。心臓外科医は時に1ミリくらいの血管を縫ったりもします。そんな時は自信機も特殊なものを使用して 0.1 ミリくらいの針を使用して縫っていきます。3つ目、安全。針の先はとても尖っているので間違って手に刺さったりしたら危険です。針を自信機で扱うことでこういった針刺しの事故を防ぐことができます。このように自信機はとても便利な道具ですが、自由に扱えるようになるには練習が必要です。自分の手と同じように自信機を動かせるようになれたら、もう自信を持って手術ができますよ。この動画への質問はコメントへ。